てもいいですか、ライフィセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか。それは…あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の例もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが。常識だったのか。海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を語るとは非常識な対魔師じゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。